ミルディン大橋より北進する帝国軍は、新帝国派のグロスタール家領を抜け、反帝国派の旗頭であるリーガン家領に侵入。名手クロードが待ち受ける領都デアドラに攻めかかろうとしていた。いよいよお出ましか。やれることはやった。ここからは互いに札を出し合って、最後は力比べだな。クロードは市街を封鎖して軍港に陣取っているようね。ならばわざわざ市街から攻める選択はないですな。ええ、クロードの考えに乗るようで気に食わないけれど、軍港を奪取し市街への入り口を抑えればデアドラは制圧できるわ。各自そのつもりで進軍なさい。軍港からデアドラの市街へとつながる門は3つあります。全てを確保すれば早すくデアドラを制圧できましょう。あと何度戦えばいいのかしら。助かる、ありがとう。さあ急ぎましょう。やってみます。ヒルダさん、ごめんなさい。私どうしても。いいのよマリアンヌちゃん、戦争ってこういうものらしいから。先制奇襲有利思います。死ぬられた道渡った。急ぎましょう。あと何度戦えばいいのかしら。承知。眠い、眠っちゃった。おっしゃー、行くぜ。切り込むぞ。掃除に行くぞ。戦場を広く見なくては。アドラステア皇帝マイル。さーて出番だ、パルミラの精鋭よ。帝国軍の横っ腹をついてやれ。同盟が恐れるその牙と爪、今だけは同盟のために使わせてくれよ。任せとけ坊主。ナデロ様の無敗伝説に今日また一つ武勇伝を加えてやる。あの旗と軍曹、パルミラ軍。やってくれたわね、クロード。偽装ではありませんな。あの将、パルミラのナデルという男です。急ぎ対応しなさい。特にパルミラの竜騎兵に注意して。
行くぞ、次だ。みんな、規制を上げなさい。気をつけて動かなければ。無理、いけません。警戒いります。戦い、すべて大義のためです。戦場以外、増援はまだ続きそうですな。せめてあのナデルを討ち取れれば。先制奇襲、有利を思います。セイガン勝利、皆の心燃やします。アドラステア皇帝マイル、強くなれ。戦力の底、いい勝負だった。力は裏切らん。穴を開けてやったぞ。活躍恐れ入りました。頑張るぜ。情けをかける余裕な。
なんて。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。これも波動を敷くため。あと何度戦えばいいのかしら。でも勝たなきゃならねえ。切り込むぞ。先制奇襲有利思います。勝利、皆の心燃やします。掃除に行くぞ。何度戦えばいいのかしら。せっ、こんな状態もいい。はっ、未来のためも悪くない。強くなれる限り。アドラステア皇帝、
マイル立ち下がる者は必ず撃つ。眠っちゃダメだ。戦場を広く見なくては。死ぬ慣れた道、私さあ急ぎましょう。承知。掃除に行くぞ。死ぬられた道を私が切り開きましょう。穴を開けてやったぞ。切り込むぞ。さあ急ぎましょう。これでよし。すみません。戦場を広く見なくては。承知。あなたの死も無駄にはしない。楽しい。
立ち止まってる暇はない。未来のためも悪くない。死にてえやつからかかってきな。よし。狙い通りに進められている。助かります。仕事を組む。私が負けるわけにはいかないの。いい働きね。私のこと忘れたわけじゃないでしょ。見逃してくれないかな。えっ！実力のうちだぜ。先生、久しぶりすぎ。なのに敵なんだ。残念だな。私も引けないんだよね。頼りない名士様、助けてあげなきゃいけないから。手伝います。これ
も波動を敷くため。強くなるほど。クロード君、楽しかったよ。ありがとう。お先に。ヒルダ、なんで逃げないんだよ。死ぬまで戦うとからしくないだろ。無理、いけません。警戒いります。嬉しく思います。私奮起します。先制奇襲有利思います。勝利、皆の心燃やします。穴を開けてやったぞ。死んだな。さらせ。時間を使いました。
重ね勝利します。やっ、情けをかける余裕なんて。市街には攻め込まないで。もともと市街に手を出すつもりはないわ。狙いは同盟軍とクロードの首なのだから。さすがの活躍ですね。邪魔する奴は残らず撃つ。
ずいか。これが宿命だ。ありがとう。助かる。戦場を広く見なくては。
戦場に身を置くこと30と4年、無敗を誇る我が武勇、とくと味わえ。最前線で戦い続けるとは、帝国は随分と人災難なんだな。残念ながらそれは否定できない。でもパルミラの王もそういう人だと聞いたわ。あなたがこうして遠い地に赴いたのも陣頭に立って戦う王のためじゃないの。こいつは一本取られたか。確かに俺がここにいるのはそういう奴のためだ。すまん坊主、俺たちは退散するしかねえようだ。これだけ戦えば当然だろう。ナデル、十分だ。生きてたらまた会おうぜ。パルミラの将は撤退に追い込めた。これ以上の増援はなさそうね。聞いちゃ話にならねえ。よし、大勝利だ。引き返すことはできないんだ。未来のためも悪くない。強くなれる限り。
標はもっはいはいこの状況弱いな。おっしゃー行くぜ。穴を開けてやったぞ。活動限界のため要注意です。久々の再会が戦場とは泣けるね。ガルグマクで戦って以来か。美人になったな、エーデルガルト。あなたも随分風格が出たわね。突拍子もない策は相変わらずだけれど。さてさて、積もる話が山ほどあるが、まず…ええ、依存はないわ。覚悟なさい、クロード。さてさて、積もる話が山ほどあるが、まずは勝負をつけしまおうか。まさか帝国の将軍になってるとはね。行きます。仕掛けろ。嬉しく思います。こんな状態もいい。戦場を広く見なくては。先生、あんたがエーデルガルトじゃなくて俺を選んでくれてるよな。なんて未練がましいことを言っても仕方ないよな。悪いが勝たせてもらうぜ。参った参った、やられたよ。これで俺が死ねば同盟領は帝国のもんだ。ええ、だから諦めなさい。往生際の悪い男は。悪くもなるさ、こっちにも背負ってるもんがあるんだ。聡明な陛下ならわかるはずだ。俺がパルミラの援軍を呼べた理由が。どうだ、逃がして恩を売っといた方がうまくいきそうじゃないか。助かったよ先生。エーデルガルト、あんたらの英断に感謝感激だ。この礼は必ず返すよ。皆の者、勝ち時を上げなさい。デアドラは我らのものとなったわ。よう先生。クロード。おっと、そんな警戒すんなって。
勝者の余裕はどこ行った。俺が逃げ出そうが先生に挨拶に来ようが何も気にする必要なんてないはずだぜ。デアドラは陥落して同盟は瓦解した。あんたらの勝利はもう覆りようがない。兵たちの目をかいくぐってここに現れるあなたを警戒しない方が無理よ。それで本当に挨拶に来たのかしら。あ、お別れを言いにな。俺はフォドラを出るよ。力を。さすがは先生だな。嫌いじゃないよ。だが俺がいない方がフォドラは平和になるんだ。そうだろ、陛下。その通りよ。あなたが同盟にいる限り反帝国派はあなたを担ぎ上げようとするわ。つうわけで俺は退散させてもらうぜ。あんたらへの恩は別の形で返そう。同盟諸侯についてはお手柔らかに頼むよ。もうあんたに逆らうやつはいないさ。俺の元同級生たちにも頼んである。俺が負けたらあんたに協力しろってな。あなた、まさかこれまでの同盟の動きは負けた時のことまで考えて。そいつは買いかぶりってもんだ。結果としてそう見えるだけだろ。ただデアドラを除く同盟領はほとんど無傷で残り、あんたの覇業の力となる。本当は俺が覇王にでもなってやろうかと思ってたんだが、負けちまったしな。クロード、せいぜい頑張ってくれ、エーデルカルト。じゃ、俺はこれで。散々に打ち破ってやったというのに、本当に食えない男ね。エーデルガルト様、デアドラの接収完了しました。同盟の事後処理については予定通りベルグリーズ博にお任せします。あれ、親父も来てんのか。西へ東へ大忙しだな。我らはこのまま大修道院へと戻り、次なる王国との戦いに備えましょう。ええ、ありがとう。皆のおかげで同盟との戦いは一応の決着を見せた。まだ油断はならないけれど、当面は対王国の戦線を強化していくわ。教団の戦力が加わった王国軍はかなりの難敵であることは間違いない。これからも皆の力を頼りにしているから。さあ、凱旋よ。よっしゃー、俺凱旋行くぜ。戦いが終わりに近づくのは嬉しいわね。ただ激しくもなりそうなのよね。王国軍、セイロス教団、不足なしです。当たって砕きます、粉々。砕けますじゃないのか。合ってるはずなのに微妙に釈然としない。まあ先生がいる限り負けはないですよ、どんな相手でもね。多分。絶対怖いですって、怒ってますって。でもあの白き者の姿になるのってずっとは難しいんでしょうかね。そうね、ずっとあの姿でいられるならいくらでも修道院に飛んでこられそうよね。おそらくは
非常時に備えて取っておく必要のある力なのさ。希望的な観測だが、いずれにせよ相手が大司教でも白き者でも我々は止まれないのだ。未だ半分されど半分、間違いなく前進しているよ私たちは。我らの歩みを止めることなど誰にもできませんよ。